私の部屋も何もなくて、こう靴下が干されてますけど、そうだなんか。そうか、僕のこれは今もしかしてエアコンが見えてるの、ここか。そうですね、エアコンが見えてます。見えてますね。はい。しかもこの僕の部屋出しましょうか。人が映るちょっとあれですね。ちょっとあ、なるほど。でもない。何畳でしたっけ、アンディさん家。うちでも8畳あるんですよね、一応。なるほど、広いですね、割と。広いです、無駄です。はい。もう次6畳に引っ越そうと思ってます。ああ、なるほど。なんか今3畳の、あの東京とか、はい、あっちの関東だったら、ありますあります、うん、ね、あれ高いんですかね。狭小マンション系ですよね。いや、あさすがに3畳は息が詰まるかなって。確かに3畳はなかなかですよね。4畳半、まあ6畳は欲しいかな。はい、確かに。8畳はいらないですね、うん、こんだけ余ってるから。確かに、いや、うちもめっちゃ余ってるんですよ、この、うん、なんですかね、この床の映し合いみたいなことになってるんですけど、本当に受ける。そうですね、何もないっていう。でもアンディさんちもその服が全部そこにかかってるやつだけなんですよね。うちこれだけですね。うん、上にあるやつが売った、うんうん、T シャツ込み。なるほど。なんかハンガーがちょうど20本なんですよ。うん、ハンガーが20本、そこにかかるやつしか置いてないっていう。へえ、なるほど。じゃあこのズボンも含めて20本ってことですか？あ、ズボンはねここにあるんで、ズボン別です。アウターというか T シャツ込みの、なるほど、1枚で着て歩けるやつが20本。ああ、へえ、下着はこっちのキャリアケースです、ね、なるほど。なんかその服をどれぐらい最低限って持ってますかみたいな質問を結構受けるんですけど、はい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 、やっぱこのハンガーの数だったりとか、そういう方がやっぱ明確でいいなって今思いました。うん、うん、数分かりやすいですよね。確かにローテーションになっていくんで、うん、僕、まあ、究極1週間洗わないこともやっぱあるから、最低7日間生き延びられる服は欲しいタイプですね。なるほど。そう、まあまあ1週間はまあ欲しいですけどね。うん、そんなにしょっちゅう洗濯するタイプでもないんで。ほうほう、なるほど。な、私は T シャツまで、はい。ああ、そう、私は毎日洗濯するタイプなんです。別に洗濯ですよね。わけではないんですけど。うん、強力脱水機があるんですもんね。あ、そうそうそう、超高速脱水機があるんですよ。うん、だからそれを使う、まあ、使うとかじゃないんですけど、まあ、服は持ってないので。うん、そうですね、20枚ないんじゃないですかね。数えたことないけど、あんまり。いや、そうですね。まあ、正直20いるかって言われたらいらないんですよ、ちゃんと洗濯できれば。うん、確かに。僕がズボラというか、その洗濯をそんなに頻繁にしないからっていうだけです。おお、ああ、それだけっていう。まあね、うん、まあ、洗濯もちょいちょいめんどくさいですからね。いや、めんどくさいっすね。ね、洗濯大っ嫌いっす。まあ、究極1日1着買って捨てたいですもん。ああ、なるほど。もう究極っすね。そうですね、使い捨て。まあ1日1着って言い過ぎかな、なんか3日ぐらい着て捨てるみたいな。ああ、